皆さんこんにちは、ダイスです。今回はスーパーマリオライブホームサーキットをやっていきましょう。結構今の作ってあるコースにも慣れた感じがしてきました。今回はコーラカップ3つのコースのマグネットゾーンとプクプクオーシャン、そしてクッパキャッスルです。ここでクッパキャッスルが出てきてる。なんかちょっと怪しいですよね、クッパキャッスル。で、各コースギミックが違っていて、普通に走っていても、いろんなところでギミック見れたりもするので、今回のギミック楽しみです。とりあえずスタート位置に移動して行ってみましょう。来た来た。今回のメンバーはこの4人。スタートダッシュできるかな？あ、できなかった。普通のマリオカート遊んでる時のスタートダッシュって多分2のちょっと手前みたいな感じだと思うんですけど、これね若干位置が違うっぽいですね。あとは NPC の4人選べなくて、で自分が遊ぶ時にこの4人っていうのが上から降りてくるので、それで分かる感じになってます。コーラカップだとこの4体となので、できるだけ1位が取れるように頑張ろうと思います。これなんだろう、マグネット磁石ついてるけど痛い。え、何に当たってる？甲羅だ。なんか引っ張られてる感があるんですけど、この磁石のやつ、これってなんかあるのかな。避けられない感じにねなってる気がする。あ、ひどっ。横から来てる。今当たったかなって思ったのに。あ、赤コーラ、ちょひどい。避けらんないんですよね、コーラ。自分の周りに何か持ってるとかってやっても落としちゃうだけで後ろに回しておけない感じです。もうすぐゲットしたら後ろに吹いてやります。あ、前やっちゃった。ゲートを私崩してるぞ。ゲート崩してるからちょっと後で直さなきゃ。待って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 、ゲート直します。よし。あ、入れない入れない入れない。こっちもこっちも動かしてしまった。で、どっかのタイミングで直しに行かなきゃですね。よいしょ。いつ直しに行こう。道がね、微妙にずれちゃうから本当は早く直したいんだけど。ここだね。次のコース行くまでに一回直します。ゲットしたコインの数で解放するアイテムが変わってくるんですけど、今回のだとちょっと少なかったです。2位になっちゃった。イギーがね本当に横から来てたので、次のコースはイギーには勝とう。じゃないとあれですね、総合優勝ができない。ぷくぷく王さん、ちょっとまっすぐにします。これでいいね。ウィンディはそんなに速くなさそうな気がするけど、やっぱ意義なのかな。いきます。ダッシュ、あれ人できた。これダッシュできた方が嬉しいんですけど、他のカートに当たると多分前から、あ、やばい、押しちゃってるよね、前の方に。ちょっと待って待って、なんかプクプクがさ、コース上にいるのはこれはなんで、そこからじゃないとコインが取れない。だからプクプク王者なんだね。動いてるんだ。あ、ひどい、赤コーラ。やばい、ハテナブロックが取れていない。あ、前に投げてた。ひどいよ、赤コーラばっかり来るよ。ワン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 、あれです、あの操作しにくい。でも今2位だからな、頑張れるよね。ここで取ろう。4枚しかないね、コイン。もうちょっと欲しいですよね。ちょっと待って、なんで2体もいるの。ひどいよひどいよ。でもギリギリイギーも当たってくれてた。なんかいいやつ、なんかいいやつ。コイン、でもコイン取って若干速くなる
感はありますね。 50cc だけど少しね速くなる感じはねする。やば、赤コールじゃないや、赤も来てんじゃん、ひどくないこれ。青と赤どっちもだ、まあまず近い、イギーがいる。待て、最後のカーブ当たんないようにしよう。来た、逃げた。うわ、よかった。あれ、ルドウィッグが上がってきてるね。でも総合だとイギーなのか。はい、今回でミリークルーザーゲットしました。サンタさんのソリみたいな感じかな。そして最後クッパキャッスル、うわっ、何、うわっ、すごいかっこいい砦だね、本当に砦だ。行きましょう。1位なのにこの位置、よし、抜けた。あの2人の間を抜けるのはいけますね。そう、やばい、何これ、ひどいなんだそれ。0コインだったのが5枚。わんわん、ここにもつくんだね、これ当たんないよ。やばい、ちょっと当たってしまってる。ファイヤーバーが怖い。イギーが当たりたい、当たんない、あ、来た、よっしゃー2位って一番いい立ち位置かもしれない。え、待って、スター終わった後に青コーラ来ないで、スターだったらよかったと思うのに。どうしよう、バナナ後ろ、はあ、え、バナナだよね、今イギーが持ってたバナナじゃない、多分そうだよね。あ、4位になっちゃった。もうみんなこんな混戦してたのに、近い、ちょ、やばい、ファイヤーバーに当たるとコインもなくなるし、マシーンも若干遅くなる。ゲッソ、お、向こうから行ってる。撫でた時に前にいたかどうかなのかな、赤コーラは。なんかそんな感じしますね。これで1位。今ちょっと、あ、やばい、来てる最後のカーブ、ちょっとね、今余裕があって右上見てたんですけど、結構後ろ離れてたじゃん。あ、よかった、ルドミックが追い上げてきてたから。あー、でも変わらなかったですね、総合2位はイギーだ。はい、ということで1位ゲット。水中のコーステーマが使えるようになりました。結構ですね、いろんなコーステーマがあって、自分でオリジナルコースを作るときに使えるテーマになるみたいです。なのでいろんなギミックを掛け合わせたコースが作れるらしい。あとはカートのカスタマイズ、今回で言うとちょっとサンタさんのソリみたいなのゲットしたと思うんですけど、あれもですね、画面上で私もちょっと違うのにしてるんですが、こんな感じの後ろ画面、ここもね変わるし、だいぶね楽しいです。あとあれですね、ぶつかったりとか結構しちゃってるから位置がずれてますね。これはもう次回直さないといけないな。こんな感じです。スピードでコースの CC のクラスが変えられたりとか、コースのレイアウトとかもそこで変えたりとかできます。でドリフト使うとこんな感じ。ちょっと使って走ってみます。ね、若干ね、バウンドさせられるんだよね、こうやって。ただ慣れないと、小刻みなドリフトっていうのかなとかがね、上手にできない。ゲームで遊んでるマリオカートのマリオとかいろんなキャラの操作があると思うんですけど、あれに比べるとドリフトやった感じが軽かったです、とっても。でただ今回のライブホームサーキットだと、あ、間違えた。マリオか、あとはルイージのカートなので、
その2体だとやっぱりドリフトは軽めなんじゃないかなと思いました。はい、こんな感じで今回はマリオカートライブホームサーキットを3回目で遊んでみました。またねコース作り替えたりして次回遊んでみたいと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!